東京都知事候補の上杉隆です。お待たせしました。声が出なくなってきました。早速スピーカーコーナーにましょう。もう、その前に、この新宿地元です。そして、あ、向こうで誰がやってんだ。ちょうど今、自分の親戚のいとこの娘の結婚式で急遽、ちょっと急遽というか戻ってきましたんですが、乾杯だけ行って、遅れてしまいました。申し訳ないです。この選挙というのはですね、なんかずっと名前を連呼するというスタイルに対してずっと疑問を持ってました。疑問を持っていた多様な意見があって、今ね、このLGBT の方もありますが、多様な社会こそ民主主義の成熟した姿、それが東京はこの17年間だいぶ失われてきたと、こういうふうに言わざるを得ません。ここ最近の都知事選では特にそう、特に今回はひどい。政党やテレビが決めた3候補と言われるところだけで決まっていく、多様性を失われる社会ってどうなるか。そうした街は必ず衰退し、そして多様性が失われると同時に赤ちゃんの声より大きい声でやらないと、あの公約で決めてるんで、今気づかなかった。多様性が失われると資源化した社会が来て、その後来るのは独裁です。独裁が来るとどうなるかというと、都市は衰退し、そして成熟している都市もどん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 弱くなっていく。それを防ぐには何かといったら、多様性、多様な価値観を担保する、そういう街づくりが必要なんです。大きく言うともうそれだけです。それを目指す、そのための方策というのを配ってないか、配ってますね、一部これにまとめました。政策だけじゃないです。何が問題点か。次、2点目、その解決の方法論というのを示しました。これはどう候補もやってません。そして3点目、都知事選で初めて1期目に期限を切って財源を担保して、どこどこの部局にあるその財源の中で言えることだけを書きました。1期目、これをやる、そしてそのために何を皆さんにお願いするか、 あるいは自分自身が何ができるか、それが今回の都知事選の指導点です。政策論争がない都知事選が続いてますが、まずそれをやらせていただきたい、こういうふうに思ってます。その中で多様性を担保する。現在都知事候補は21位出てます。整備が勝手に決めた主要3候補、最初は4候補だったんです。宇都宮さんという方が辞めた3候補になりました。なぜか、それ以来全てはですよ、テレビや新聞あるいはネットの調査でこの上杉隆が4位につけてしまってるんです。4位どうなるか。私が 都庁に入ったりテレビに出たりすると、今都合の悪い人たちがたくさんいます。本当のこと言っちゃうんですね。本当のこと言ったんで、ここに入ったテレビの番組や何やらいろいろおりました。でもそれは本当は都民のためなんです。東京は政党やあるいは政党やテレビ局のものではありません。一人一人都民のもの、東京は都民のものです。その政治に戻るという意味では、この私が今4位ですが、これが場合によっては3位、あるいは2位、1位とちょっと盛りすぎたかな、上がっていくことが、今の組織が、政党が、国が勝手にやっている都政を変えることにつながるんです。ぜひ皆さん、4位から銅メダルぐらいまで、まずは今週の頭に押し上げていただき、その後中盤で2位、最終的には奇跡の逆転ということを皆さんお力を借りたい。細かい政策はこの後スピーカーズコーナーにあります。そして今日はもう政策を打つのはやめて、皆さんの声を聞きたい。選挙ってそうですよね。日本の選挙は名前だけ連呼する、何を決めていいかわからない、有名人かどうかで決まる、これも意味がわかりません。私はもう前から選挙というのは聞く方もあるんだと、候補者が言うんじゃなくて聞く選挙、どっかの候補者のようにお金持ってるわけじゃありません。あの選挙区あれ大体2000万安くて高いと5、6000万かかります。そんなお金もない。こうやってこのビールケース、初日高田桃で借りてきたビールケース、この
トラメガっていうんですけど、これも皆さん声が聞こえないのは仕方ありません。これは小池じゃなくて、間違えた、小池さんじゃないや、鳥越さんを応援している衆議院議員の方から名前を出さないでって貸してくれたやつです。結構ボロいです。これやってます。上り上りこうやってありますが、最初はお金がなくてドンキーホーテで買ってきました。いらっしゃいませ。何のことやってるかよくわからない。でもそういう選挙ですけど、東京への思い、それから政策と、それを解決する方法論と、そして何といっても財源の手当、そして都庁にいるチーム、あるいは東京への思い、これはどの候補にも負けないつもりです。負けないつもりで、ぜひそこを分かっていただきたい。そしてこの今日今東京スピーカーズコーナーって言ったのは何かというと、東京でロンドンのハイドパークでやっているスピーカーズコーナーをやりたいです。何かというとですね、ロンドンのハイドパークの中にスピーカーズコーナーってあるんです。このこういうところ台で順番待ってます。誰でもロンドン市のこと、ロンドンのことだったら話ができる。ロンドン市長の批判、ロンドン市議会の問題点、あるいは隣のアパートの洗濯物が飛んできたことに対する苦情、陳情、あるいはロンドンの夢、ロンドンの美味しい食べ物、ロンドンのスポーツ、ロンドンと自分の思い出、何でも喋れです。みんな順番待って、そして代わり番号で話す議論ができる。これは何百年も続いているのがイギリス、ロンドンの民主主義だった。双方向でそのように声を聞きたい。ということで今回はこの後東京スピーカーズコーナーとして、皆さんの思い、あるいは上杉隆に対する、質問でも構いません、批判でもいいです、これをやりたいと思います、そういう意味でこの後はすぐに始めますがよ、皆さんの思いでもいいです。東京は何度も言うように一方通行の組織の、で決まるものではありません。多様な人種、多様な人々、韓国人の学校の問題になってます。アメリカ軍の問題もあります。でもアメリカ軍の家族もアメリカ軍も、韓国の人も朝鮮の人も中国の人も、このオリンピックをやろうとしている東京では、確かに国籍が違うし外国人かもしれないんですが、都民なんです。東税も払ってお金を使って東京都民なんですよ。そういう人がみんな生きられる街こそ、これが東京。そして民主パートナーシップをやろうとしますが、男性も、男性が男性を好き、女性が女性を好き、いいじゃないですか。みんな自由に生きればいいんです。そういうような豊かな政策、窮屈ない政策をまずやる。そしてその方法論はある。お金をどこにあるか知ってる。これが他の候補との違いです。この後スピーカーズコーナー始めますが、いずれにしろ、今回の都知事選では、公約政権政策協議、あるいは政策論争になる前に、もうあと1週間という時を迎えました。でもまだ間に合います。何が問題点か、何が大きなものなのか、こういうことをぜひ話し合っていただきたい。ということで、喉も痛いんで質問を私の顔見たくない人は後ろの画像を見とけばいいですよ。で、声が聞こえないという人は声が聞こえないと言ってください。ただきっと大きい声出すか、こっちのこのカメ、トラメガを向きを変えるということもあります。と、はい、ということで、何か発言したい質問とかある方、いきなり始まりましたら、いますか。いない、じゃあ終わります。あ、いた、終わると思った。はい、どうぞ。上杉さんに2つ質問があります。1つは、上杉さんは週刊リテラシーとか見てたので、マスコミから嫌われてるっていうのは分かるんですけど、都庁の職員からも嫌われてるんじゃないかなというふうに思いまして、そこの点はどうなのかなということと、あとテロ対策においてなんですけど、ここもそうですけど、僕は渋谷区民なんですが、渋谷のスクランブル交差点、ここは今全世界からいろんな人たちが来てます。で、その中にイス
知らん関係の人が混じっててもわからないなと思ってまして、そんな中で例えば一斉に渡ってるところで自爆テロとか起きたらどうなっちゃうんだろうなって思ったりとかしてます。でそういったことに対して上杉さんのお考えを聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、お名前なんですか。お名前なんですか。安村です。はい、安村さん、ありがとうございます。まず私が嫌われてるかどうかということで、メディアから嫌われてるのは、これは理由は分かってます。17年前に鳩山邦夫さんの市長都知事選の、ま、2位になったという結果を受けて辞めました。そしてニューヨークタイムズというアメリカの新聞社に行ったんですね。3年間ニューヨークタイムズで様々な経験をさせてもらった。その後ジャーナリスト生活は17年のスタートです。本当に、世界最高峰のジャーナリズムでいろんなルールを学んだ。その根底にあるのがフェアネス、フェアにやれ、あらゆる人が同じ同等の機会でそこから競争する。その手前で差別しちゃいけない。これはジャーナリズムのルールでもそうですね。もう簡単に言うとバイライン、それからクレジットソースを打つこと、オフエド、コレクション、これを話すとですね10時間ぐらい話すんでやめますが、とにかくフェアにやると。でこれを学びました。それはその後、イラク、中東、シリア、あるいはキューバ、北朝鮮などで取材行っても同じです。全世界やってる。ところが日本に来た最初、石原さんの都知事の会見出ました。石原慎太郎5人の参謀という本も17万書きました。おかげさまで17万のベストセラー。それを書くにあたっての取材、当時都庁の記者クラブは、新聞テレビの社会部の記者しか入らなかったんです。で、どういうことかというと、今、松井さんの会見ご覧になりましたよね。みんな、特大のアナウンサーも、みんな入って質問しました。あれが普通なんです。で、それを実は17年前に作ったのが、私と石原さんと、特別委員長高井さんという人です。私が提言して、外国人記者も入れてあげてください。それから雑誌や、週刊新潮や文芸春秋の記者も入るようにしてください。そして、番組のアナウンサーやスタッフ、ディレクターも入れてくださいと言って、大喧嘩をしながら石原さんと分けたのが今のスタイルです。17年後、都庁記者クラブは幸い空いてます。ところが、まだ国はまだです。その後2009年、鳩山政権で民主党の時に、今度は官邸の大学社会にお願いしました。いくつか来ました。また全部、私のルールを作ったんです。2011年、東京電力福島第一原発で事故を起こる東京電力本店で今誰もが入れます取材に。それを元の防止補佐官と一緒に1ヶ月間夜こっそりやって全部入れようと言って説明を作ったのも私なんです。つまり情報公開をすればするほどフェアな言論空間を作ると、日本ではとんでもない叩かれた。なぜかあの都庁記者クラブ、全部の記者クラブも皆さんの税金で運営されてるんです。年間全体で省庁で言うと130億円、それをタダでマスコミの人に貸して、そしてそれをタダで貸した上に情報も無料、公の情報、それが、電気代とか光熱費一等地にある記者クラブ、それもタダでも誰も入れない、占有する。そしてその無料で得た情報を有料で売ってるのがテレビや新聞、これを言ったんです。どうだったか。それはそうだねじゃないです。とんでもない危険なやつだ、あいつを出すな、あいつを出すとこれが言われる。ここから始まりました。官房機密費、これもメディアの方がもらってました。皆さん税金ですよ。税金の使い道がメディアがもらうのはおかしいということを言っただけです。嫌われてるんじゃないです。本当のことを言ったから、彼らは利権に触れたから、彼らが自分たちの都合が悪いんで上杉隆を排除してきただけなんです。今回もそうです。テレビ出た、あ、今日の、ね、夜やります。今日の夜ニコニコ動画、それから、アメーバー藤田君のところアメーバー TV かな、ヤフーとかのネットの4社による公開討論会なんです。これ私が司会したこともあるし、かつては一生懸命そのニコニコとかが官邸に入れるようにお願いしてたんです。今日夜やるのはどういうのだったか。1位から6位までの候補を集めてやるとなったんです。最初どうだったか。増田さん、自民党の増田陣営が、もう今日夜だから言っちゃいます、さっき確認取れて、今弁護士から法的対応を送りましたから、増田さんが
上杉が出ると、あの陣営が2007年にここに書いてますけど、7番目に東京都の税金を松田総務大臣が勝手に地方法人特別税というシステムを作って、東京は金持ちだから東京の税金よこせと言って毎年3800億円奪ってるわけです。3800億ですよ。今日も今まで、法人事業税と法人住民税合わせて3800億円、今この日までに1兆2300億円本来入るはずが止まってるんです。さらにこれからは毎日事業税は廃止だったんですけど、住民税が上がったんで、これがそれを捉えてるんです。都民の税金を毎年3200億円捉えるんです。これを私が出たらもちろん言いますよ。当時からスクープして東京都の都族っていうんですけどね、国族の族を使って東京都の職員みんな言ってますよ。増田なんかとんでもないと、自分たちが99年の時に財政再建団体転落直前の東京都を石原慎太郎さんがいろんな手を使って外形標準課税、新銀行東京、債券市場やっと黒字にしたのに、黒字になった瞬間に増田という総務大臣が来て俺たちの金を奪った、冗談じゃない、都庁の職員怒ってます。私に怒ってんじゃなくて増田さんに怒ってます。冗談じゃないと、とんでもないと。ただ黙ってるのはなぜか、日本のメディアが自分たちの都合の悪いことを言ってしまうと攻撃を受けるから黙ってるだけです。そしてそのメディア本気受けてるんですよ、それをそしてそれを言うとどうなるか、ニコニコ動画に言いました。自民党公明党は上杉が出るんだったら松田を出さない、これが一つです。二つ目、鳥越俊太郎さん、ジャーナリストの大先輩、尊敬する彼の陣営、ジャーナリストで今回21人のうち2人です。上杉隆と鳥越俊太郎さん、鳥越さん尊敬しますよ、だけど今回は違いました。上杉が出ると都政は詳しいわけです。17年間やってますから。鳥越さんはこの17年間私がいる間にただの1回も東京の取材に来たことありません。はっきり言いますが1回もないです。3日前に参議院が負けたから危ないからと言って立候補を表明した。そしてさっき銀座の演説聞いてました、鳥越さんの都政なんか3日あれば勉強できるって言ったんですよ、十分だと。バカにするのもいい加減にしようと、東京都政の都庁の16万人に対して失礼だと私は言いたい。その人がニコニコに対して上杉君が出るんだったら自分は出ないと言ったんです。2人が言いました。さあニコニコどうしたか、2人の候補者を守るのか、権力に屈するのか、それとも言論の自由を守るのか、答えは今日の夜出ました。権力者になびいたんです。ネットメディアの死ですよこれ。ネットメディアも向こう側に行った、メディアからはそういう風になってる。でも違いますね、都庁の職員は私のことを嫌ってるか聞いてください。都庁の職員に、都庁の職員が嫌ってるかどうか聞いてくださいよ。16万人の職員全員が好きじゃないですよ。ただこれを作るのに何年間もかかってやったのは都庁の優秀な職員が極秘チームで作ってくれたんです。予算の財源とか全国の保険、こんなの一人できるわけないですよ。都庁の職員が何とか上杉にやらせよう、何とかこれを問題点を出そう、財源を出そう、こうやったわけです。だからこそ都庁の職員が危ないですよ、上杉に協力したらまずい言ってるけど、夜中にこっそり会ってこういう情報だよ、この問題どうなんですか、悲惨だよ、上杉君、保育園児の体育、保育の児童の待機所、7000ってなってるけど来月発表するのは8466人だよ、直しておいたらいいよパンフレット、こういう情報がどん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 来てるんです。ですから、実は東京都の職員に嫌われてるのはあの組織に乗っかった候補者たち、そして私はメディアだけに嫌われてるんですが、残念ながら皆さんはメディアを通じてしか情報を得られないんで、あたかも嫌われ者のようなんですが、これはぜひ結果を見てください。あとこんだけメディアに嫌われてテレビも1秒出れないにもかかわらず今4位ですよ、ずっとこれネットの力、4位、あともう一歩、2位じゃダメなんです。2位じゃダメです。何でしたっけ、もう一個、テロ、実はこれテロ対策書いてます。6番目、これ直接書いてないんですよ、政策の中でテロ対策、東京サイバーセキュリティ構想、
あのロンドンオリンピック12年のあそこでテロはサイバーテロ、サイバーテロだけで2億件です。2億今世界でテロの攻撃を最も受けてるのはどこか知ってます？どこか知ってます？アメリカのペンタゴン、ペンタゴンが一番攻撃を受けてます。2番目がマイクロソフトですね。今回実はこのキャンペーン、私のキャンペーンは、まあ、ニュースタイムズ時代からのいろんな国際的ネットワークとか、先月もリチャード・アミティスさんという方と単独でインタビューをしたりしてますが、それを使って、マイクロソフトの日本のトップと会って合意したのが、このキャンペーンマイクロソフトでやってるんですが、お手伝いしてますんです。でそれは何かというと、サイバーテロの世界一強いのがマイクロソフト持ってるんです。だからどうなるか、おそらく今回のリオもそうですけど、東京オリンピックとなるとサイバーテロも実際のテロもこれはテロの対象になります。そこで東京を、都庁をまず全体として簡素化するために、そして安全を守る、サイバーのテロを守るのはサイバーを固めるしかないですから、それを東京都庁でやると、そうすると行財政改革にもつながるんですよ、人件費含めて。さらにその上で東京の町の全体の行政、そういう手続きも含めて完全にサイバーで守る。今の時代 IS も見ててもダウイシュって言うんですけど、分かる通り全部ネットですよね、テロを起こして連絡するの。そこを抑えると意外と収まるんです。ほとんどのテロそうです。インターネット、サイバー空間でそれを未然に発見するしかないんです。それがないからないとテロができない。逆にそれを抑えとけばテロを防げるんです。だからこの70ぐらい政策あったんですけど7個に絞ったんです。この1期目でできるものだけを書いた、さらに財源の手当があるもの、さらに喫緊の課題7つ、そこにテロの対策を入れたのはそういうことなんですね。おっしゃる通りもテロの危険性というのはこれはやられてみないと分かんない。2003年に、アルカイダ系の日本に入ってたインドネシアのラスカルジハード、ジャマイスラミアっていうインドネシアのテロ組織が実は東京に来て戦争時の新幹線の写真を撮ってました。もうすでに十何年前にそういうテロの可能性あったんです。それでたまたま今出てないだけ。ただリオオリンピックが終わったら次は東京です。それはいくらでも可能性がある。そのための東京サイバーシティセキュリティ構想、これは誰が知事になっても早くやらなくちゃまずいです。でも都庁の職員は優秀ですよ、気づいてます。これは都庁の職員は気づいてるんです。都庁の職員16万人中には一類といって、その一類という、まあ、上級職あります。私の高校同級生もいますけど、本当にとんでもない優秀な人です。国会一周受かっても都の東京都のに入るやつはいけない。なぜか国会一周はもちろん国なんで転勤があるというネガティブな消極的な理由もあるけど、東京がふるさとなんですよ、私も含めて。東京のために働きたいと言って国の国家公務員を蹴っ飛ばして都の一流に入るようなとんでもない優秀な人がいっぱいいるんです。そういう人たちがもうできるんです。これは五輪組織委員会は役に立ちません。大体ほとんど役に立ってないんです。委員と理事だけで60人、そして178人の候補がいるんですよ。で理事の手当が2400万円、これで日本一高い虎ノ門ヒルズでワンフロア解体なんかやってる。でも東京オリンピックをやってるのは都庁の本庁舎にいるその準備局の若い職員なんです。国枝さん、あのテニスの車椅子、あの YouTube 動画ビーアヒーロー、あれはその職員が作ってます。お金なんてかかってないですよ。ああいう素晴らしいものもいくらでもその職員ができる。このセキュリティ構造も今やればできるんです。できるのにやらない。だからテロ対策っていうのは東京を喫緊の課題なんです。東京のトップ警視庁は全国の、これはね、あの警察庁と違いますんで、警視庁のトップは警視総監、それが都知事です。要人、国の要人の警備は全部警視庁、東京都がやってるんです。そのセキュリティの実績とこれまでのいわゆる大学培った経験を生かして、セキュリティ、テロのセキュリティは東京都が一番得意とするところ、これをすぐにやる。他の方法ちょっと2日間で勉強できる人には分かってないです。これは絶対に分かんない。
当選したらあのこれだけやってくださいって言いに来ますけど、ちなみに他の候補には立候補前に私はこれを都議会の各会派に行って自民党、公明党、共産党、民進党、これ2会派全部に配って、どっちみち党の問題はこれです、誰が当選しようとこれで今回は政策論争をやってくださいってやったんです。テレビ局もそうです。どこもやりませんけど、まあ候補者はね、幸いこのゼロとか言ってたら小池さんとかね、10の0って真似してくれたんで、これはもう光栄だし良かったなと思いますが、とにかくテロ対策は早急です。もうその通りだと思います。答えなのに長かったですね、すいません。なんだろう譲り合いの心です。この美しいですね、譲り合いの心。質問をで私が譲れなかったりして失礼します。手短に、3つ、僕ボランティアで、マック赤坂さんの候補を見ながら、いろんな候補を見ながらという中で見させていただきまして、今日の2位じゃダメなんだとおっしゃったんですけど、その選挙対策本部に入って他の候補さんを応援すれば、それはそれでかなりお出来になると思うんですけど、なんで、今回1位を狙うために候補されたのか、2位じゃダメなのか、その辺を伺いたいと思います。2つ目、昨日僕宇都宮健児さんにお会いしていろいろ話を聞いたりしたんですけども、福祉の問題、に関して、何か考えがあればそれを伺いたいなというのが2点、はい、思うんですけど、はい、で3点目、もしかね、ボランティアを募集されていると伺ったんですけども、よろしければその内容、一番の1週間ほど関わる気なんですけども、その人もよければ少しも時間を見たいなと思うので、お聞かせいただければと思います。以上、3点お願いします。はい、中井さん、ありがとうございます。あれ、1個目なんだっけ、なので、あ、2位です。はい、都知事選には先ほど言ったように何度も関わってます。鳩山邦夫さんの秘書時代から、広報報道担当、これ2位になりました。で、その時に思い出すとね、17年前、先ほども言ったように東京は財政再建団体転落直前、お金なかったんです。みんな候補者出ました。石原慎太郎さん、鳩山邦夫さん2位、松尾雄一さん、共産党の三上真さん、自民党の明石勇さん、そして元外務大臣の柿沢浩二さん、みんな政策論争やったんです。朝から晩までこういう公開討論会とか街とかで、どうやって東京のこの赤字を救うか、破綻させないようにするかって、みんなで知恵を使ったんです。そして知恵を使って1位の石原さんが都庁に入りました。その石原さん、先ほど言った外見標準課税、新銀行東京、再建市場、財政再建のための方策は、実はそのみんなで話し合った時の知恵を結集したものなんです。一人じゃないんですよ。負けた候補者の中からいろんな意見を取ってやったんです。そして2位の私のボスの鳩山邦夫さん、環境政策をやったんです。右肩上がりの経済成長をやめて、ゼロかマイナスではマイナスで多様性ある街を作ろうとやったんです。当時共産党よりもっと左に行く政策を打ったんですね。それどうだったか、石原さんはそれを拾って、どうだったか、拾ってディーゼル車規制となったんです。鳩山さんの参考にして、政策論争が大事なのはこういうことなんです。負けても自分が夢を抱いた共同を良くするものが集まったものが、勝った人がやってくれる、これが大事なんですよ。2011年の都知事選もそうでした。2011年、慎太郎さんと東国原さん、それから共産党小池晃さん、さらに渡辺美樹さん、いろんな話したんです。ローブの話、震災直後だったんで、どうすればいいんだ東京。その慎太郎さんが勝ったけど、東さんとかそういう人たちの知恵とか政策の結集が11年の後の慎太郎さんの当選なんです。出て意味がないことないんです。私はだから告知前にこれ提示したわけです。とにかく東京のためを思うんだったら、もちろん勝った方がいいですよ、全部自分でできるんだったら。でもそれは現実問題として、選挙というのは勝ち負けあるわけですね。だからこそ出たと。さらに言うならば、私結構早めに立候補表明してました。
東京スポーツで前の週、週刊ポストのグラビア、グラビアないや、グラビア出ないや俺出るわけがない期待してます、グラビアは今度出るかもしれません、週刊現在週刊ポスト、出ないです、出るわけがない、週刊ポストの、都知事立候補宣言、前の週に分かってるんですよ。でもテレビは先ほど言って私出したくないから、何候補が主要候補を集めてその後にやりますよね、最後この他にご覧の方々が立候補しておりますって名前だけ、あそこにすら入らなかったんですよ、ずっとそれほど排除されてる。でも出たのはなぜか、とにかく東京に対する恩返しです。私が小さい頃に父が病気になり、都営アパートに入れてもらいました。家族5人、弟妹含めて、これ東京都の、公明党だったかな、新庄議員の地方議員、その後にそれでも休職して父はお金がなくなり、今度生活保護を一時期受けました。これ共産党議員の心境です。その後中学出てそのまま出されて、ここ地元ですからね、追い出されて、でも勉強したいということで高校を都立高校を受けて、都立高校では奨学金をもらって高校まで出させてもらった。その後地方の大学行って、その後今があるわけです。東京都がなかったら私はいないわけです。その都が恩返しをしたいというのはもうずっとあったんです。そしてその大事な東京都が政策論争もなくまた同じ失敗を繰り返そうとしている。だから1位になるか2位になるかとかあんまり考えずに、とにかく出てこの政策、これ方法論までは出てるんですから、こんな政策ないですよ。昨日発表されたのが、オンブズマンというか、こういう政策をずっと横並びで見る、会社という組織があるんですね、非営利団体。それが上杉小池とかずっとその政策を全部計算する。全部の政策で私がダントツ1位、2万ポイントぐらいぶっちぎりしです。政策の問題点、あ、これタクシーが黙ってはいない私がぶっちぎり1位その政策の問題点として、それから実現性、方法論、そして財源について、100点満点近かったんで、2万点ぐらい、他の候補者はそれまで全然いってない。だからやってほしいんです。だから1位とか2位はどうでもいいです。ただで供託金300万払って出てるからには、それは1位になりたいですよ。でも私は48歳です。東京都知事の最年少は初代知事の、安井選手さん、これだけです。57歳、あとは全員60超えてるんです。その後の東良太郎さんも、南良吉さんも、その後の鈴木俊一さん、青島幸男さん、石原慎太郎さん、猪瀬直樹さん、松尾芳さん、全員60超えてるんですよ。そう考えると40歳ってまだ若いんです。オバマ大統領やキャメロン首相、ブレア首相、あるいはクリントン、ビル・クリントンさんが大統領だったらみんな40代。随分偉そうに言ってんだ俺40代やっぱ仕事しやすい。そういう意味でとりあえずこれを訴えるというのは年齢から言っても悪いことじゃない、そういうふうに思ってきたわけですね。一問の質問に対して長い答えでしたけど、とりあえず1問目終わりました。よろしいですか。続いて2問目、何でしたっけ。福祉で後半に渡ってるんだけど、どれですか、ポイントとしては。皆さん、いかがでしたか。これから注目のエンタメ情報を紹介していきます。いっぱいあるすぎてもあるんですけど、ここに書いてあるのは2つ、子供、それから高齢者、これが喫緊の課題として挙げてるんです。どっちがいいですかね。いっぱい喋ると喉痛いんで。それか区のですね、それもね、自殺対策、本当にそうなんですよね。今自殺対策とおっしゃったんですけど、東京都の、自殺者っていうのはもうこれが3000人超えてるのかな、年間で、3000人超えてるんですよ。交通事故死が今東京都がね、500人ぐらいかな、500人以上、年間もうちょっと少なかったかな。でも交通事故よりも全然そういうのが多いけど、これは社会の問題といったりするし、個人の問題、ただね、これもはっきり言いますけど、成熟した社会っていうのは意外とそういうふうに成熟すればするほど豊かになると、そういう自殺者も増えるというのはこれは全体的にですね、もちろんそれを、抑えなくちゃいけない。
これ社会の責任でもあるし個人の責任もある。それはなんか方策として、都があんまり管理しない方がいいんじゃないかなと個人的には思います。これ都がやることは管理したい、管理っていうのはね、一元化してこうやりなさい、これは失敗ですよ、これはダメですよって言うと世の中が窮屈になるんで、むしろいやいや失敗していいんですよと、大丈夫ですよということが許される多様な町を作った方がそういう意味では出るんです。ただこれは正直言ってまだ方策はありません。考えます。その優秀な職員を使ってこれは考えられると思います。四国の福祉局の優秀な職員とは都知事のほかに特別秘書2人、副知事4人、参与が7人、それから専門員というのを20人でも30人でも100人でも OK です。この専門員のところに東京都中の知能を集めて、それ都の職員を入れて、その自殺対策とかもまず作る、その上でそれをチェックする機関も作ると、こういう形で優秀な都の職員に宿題を投げて、そしてそれを一番いいものを実行すると、これをやりたいと。あと福祉政策でいうと、今回ここには書いてませんけど、いろんな政策もあります喉が痛かったとりあえず今実際するということを見てください。あとまた質問があったら個別のやつを受けますということと、3つ目なんですよ、ボランティア。ボランティアは、あれ、あ、ボランティアで、ボランティアの担当から説明させます、何をするかですか。はい、ボランティアデビューです。秋葉原で最初にお話伺って、もう1回見ればもういいかなと思ったら、なんか質疑応答があって、でそこで金賞に来てくださいって言ったら来てくれて、来てくれるんだと思って、頼めば来てくれるんだと思って、来てもらった以上は何かした方がいいかなって思って、今日は朝11時ぐらいですとゆっくりなんですけど、浜町の、オフィスにお邪魔してシール貼ってました。で、なんかでもいろんな方が出入りしていて、でいろんな方、皆さんいろいろご存知なのでシールの貼り方を教えてくださったりとかして、でそれが終わった後、銀座に行ってこれ配らせていただいて、でまた浜町に戻ってシール貼って、で、車に乗っかってきて旗を貼ったりとか、これビールケース運んだりとかっていう、今日はそんな一日でした。っていうか今日初めてです急に行っても何とかしてくれるようなので、本当に人いないんですよ、びっくりしました。私みんながシールを貼っているものを想定して邪魔なんじゃないかと思って来たら、誰もシールを貼っておらず、みんな出払ってんのかなと思ったら、よくわかんない感じですね。本当人いないんで、なんか急に行ってお邪魔しますみたいな感じでもありなんじゃないかなと思いました。ぜひぜひ手伝って差し上げてくださいで、私が言うのも変なんですけど、はい、やってら師匠から本人ね、喉が喉に来てるから本当に今日は10分ぐらいしか喋んねえよと、スピーカーコーナーで10分に応答でやりたいんだ頼まれたんですよ。一つの質問に対してね、何十分答えるのというような、本当に皆さんの熱気が上杉熱くさせてもらってます。まあね、先ほど彼女もボランティアのことを言いました。実は私も態度でかいですけど、ボランティアなんですよ、本当に。で、まあ最初言いました、十数年前ですけど、私一応衆議院議員もやってました。それでその辺の人の応援演説に来てる人たちっていうのは同期の連中大半います。まあ皆さん多分聞かれた人もいると思うんですけど、まあ私もそれやってましたけど、誰々の応援に行くと言いながら、ね、熱い大きな声で大音量で自分のことしか喋らないのが今の政治家です。それよりも候補者が候補者の政策を述べる、このスタイル、これです、ね、選挙プロ、まあ実は私も選挙プロに近いんですけども、こんな効率の悪い演説会なんてないですよ。で、ある候補者、私は聞くことが得意です、どれだけ聞いてもらいましたか、ね、こんなこと子供に見せとったらダメですよ、それがテレビが
堂々とそれやってるんですよ。でこうやって一人一人にね、他の候補者も聞きに回ります。単に握手しに回ってるだけなんですよ。私たちも教えられました。握手は一票につながるぞと。で応援弁士が時間を稼いで候補者どんどん歩かせてっていうようなことをやってるのが選挙で、まあ、従来型の選挙です。上杉君のやってる選挙、まさにインターネット選挙、ジャスミン革命とか中東革命とかありましたよね。インターネットで独裁政権を倒してしまうという現実がね、まあ、失礼な言い方になるのかどうか分かりませんが、途上国といいますか発展途上の国々でも起こってるんですよ。我々は日本は先進国だと思ってた。ところが先進国でこれだけひどい弾圧、まあ、言論弾圧っていう目に上杉隆という男が今さらされてます。311の問題が発端でもございます。3月11日のあの大震災の次の日に上杉隆は福井市の原発がメルトダウンを起こしてるかもしれないよということを取材したんですよ。で東電の職員の口からも